門と本館前系天ヶ崎市立歴史博物館は兵庫県天ヶ崎市にある歴史博物館。当初文化財に関する事務は天ヶ崎市教育委員会の社会教育課で取り扱い、出土した高校資料の整理は市役所や小学校等で移転を繰り返しながら業務を行っていた。その後立課小学校の校舎の一部を改修して展示室を設け資料の収蔵。 整理作業等を集約した。しかし、市内の出土資料や収集した文化財の収蔵場所が限界に達し、保管物を市内の公共施設に分散せざるを得なくなるなどの支障が生じた。そこで、旧地地区町づくり事業の一環として、地域資産の活用と収蔵場所の確保により、事業を発展的に行うため、球場内中学校跡地への集約、 移転を実施することとなった。天が崎市立文化財収蔵庫という名称で一般公開していた。2018年から建物のリニューアル工事を行い、文化財収蔵庫と地域研究資料館の機能を統合し、2020年10月10日から新たに天が崎市立歴史博物館として開館した。日本な市に発祥の地記念碑建物は、 1933年に建設された鉄筋コンクリート作り、3階建て、旧山ヶ崎市立高等女学校の校舎で、その後2005年まで旧地中学校として使用されていた。文化財収蔵庫の時代にはそのうち、1階部分等を展示室や事務室として使用している。また、映画、Always 3丁目の夕日64では、建物外観が、 本天堂病院の設定で撮影に使用されるなどした。本館の展示内容は、下表の通りである。別棟の産業資料展示室では、大型の産業機械等を展示し、天がさの工業史を紹介している。また玄関ホールでは、蒸気映画や映画、焼肉ドラゴンで撮影に利用された旨の紹介が、されている。展示以外の機能として1階に、 事務室と埋蔵文化財関連の作業室3階に展示学習室、体験学習室がある。ありがとうございます。